今日は天気いいな。今日の撮影車両なんだろう。アメちゃんいないな。あ、いた。阿部ちゃん、はい、今日の撮影車両どれですか？我は行く、さらばスバルよのスバルです。どうしたんですか、歌い始めて。谷村新司さんのご逝去にご冥福をお祈りいたします。今日はスバル車紹介していきます。おお、豪華会場盛り上がってますか？いやー、ニュース聞いた時ショックだったね。あー、マジで。谷村新司さん俺結構好きなんですよ。そうなんですね。結構好き。あの歌も好きだけど、あのちょっと軽いなんか歌い方、軽妙なトークが好き。トークが、うん、面白いんだ本当に谷村新司さん。そうなんだ。そうね、だからスバルといえばもう谷村新司。さっきの歌がその方のもう代表曲ですよ。あー、そうなんだ。曲名スバル。ね、多分世代的にはもうちょっと上の皆さんかな。谷村新司が好きな皆さんだと、もう60代前半とかの方なんじゃないかな。フォーク世代だから。で今日はですね、はい、スバル好きの皆さんの中でも熱狂的なファンが多いこちらの GC8、はい、こちらをね2台ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけど、はい、なんとですね、弊社はいろんな GC8 を買い取りしておりまして、はい、もう今までも数々の限定車を見てきたんですけど、この2台もあのグレード的には STI バージョン4、はい、STI バージョン5リミテッドとこうつ並びでちょうど揃ったので、はい、まあ、こういう機会もなかなかないと思うんで、4と5何が違うのか、そういうところをね一緒に見ていきたいと思います。じゃあ早速ね、はい、見ていこうと思うんですけど、まずは4からですか？まず4から、これね、はい、実は販売車両として紹介していた GC8 なんですよ、はい、ね、以前動画も上げさせていただいたんですけど、なんとこちらの車ん？ありがとうございます、お買い上げ。そういうことで、はい、一生懸命磨いて歌ってたんですね。あ、だからちょっとエンジンルーム綺麗にね、納車の前にさせていただきたいなと思って。すごい、はい、これすごいいい車だった、うん、ね、もうトラブルないし、そうですね、すぐ買っていただけるって思ってたら本当にすぐ買っていただきました。ありがとうございます。で今回ね、比較対象としてお持ちしたんですけど、4と5って結構違うんですよね。パッと見一緒な気がするけど。嘘、全然違うじゃん。え、だってまあグリルとか全然違うよ。え、どこがですかとか言ってだってまずさ、グリルのあの形も違うじゃん。こっちはほら、あのダイヤモンドっていうんですか、ひし形、はいはい、こっちはほらなんか六角形ですよ。あ、そこの中の細かい、うん、そこすら違うんだよ。すごい、確かに。で同じほらフォグがついた、カバーついたバンパーかと思いきや、はい、ウインカーの形も違うし、中のこのルーバーの形も違うし、そうですね、でグリルも違うから、はい、多分ボンネットも違うんですよ。え、ボンネット一番一緒な気がしたけど、うん、でもそれより下は意外と全然違う。全然違うね。ホイールは同じ。ちょっと横から。ブレーキも同じ。足回りは、うん、でおそらくミラーも同じかな。ミラーは同じだね。ここは一緒、うん、あー確かに。でサイドがね全然違いますね。横がバージョン4は結構大きめのサイドステップついてるんですけど、はい、バージョン5リミテッドは割とすっきりしてる。そうですね、うん、こっちの方が。この辺は純正オプションとかなのかな、もしかしたらね。そうですね、はい、やっぱ全然違うね。こうさ、割とバージョン5はフロントもリアも結構アグレッシブじゃないですか、うん、だけどバージョン4はフロントリアはそこまでこうなんていうの、ちょっと大人な感じだけど、はい、横は結構張り出しててさ。そうですね、ね、ワイドな感じがしますね。そうですね、うん、リアスポイラーも。そうだね、やっぱリアスポーが一番違うんじゃないですか。そうですね、うん、フォーが
形ですね。ああ、こう見ると、まあ、これ好き嫌いあると思いますけどね、うんうん、で内装が、はい、こっちがあのリミテッドなんで青シートだからか珍しいなと思って、うん、これ仙台限定車っていうことでしたね。わあ、あそこにね、うん、限定のちょっと拡大はあんまできないんですけどプレートがありますね、うんうんうん、でこっちは通常の内装、普通に綺麗な通常の内装ですね、うん、これでも十分ですね、うん、であとはこれですね、一番の違いはわあ、このちょっとの違いでみんな好き嫌いというか欲しかったり欲しくなかったり、これあるなし結構違いますよねインプレッサ好きな皆さんね。だから要はスカイラインでいうサンルーフありなしみたいな、あそんなような感じがしますけれど、なんかあれ開いてると一気にこうラリー車ベースみたいなイメージがありますよね。そうですね、うん、あ意外とあれ大事かも、こう比べると、ね、ちょっと違うよね、全然違いますね。でですね、まあ比較的にはそういうところなんですけれど、うん、これねちょうどまあ、年代も近寄った車だし、はい、走行距離もね割と近いんですよこの2台。そうなんだ。そうでね、まあ、ちょっとこの動画でお伝えしたいこととしてはですね、まあ、トラスト規格で販売する車の程度ってこれぐらい違うぞっていうのを、ね、少しお伝えしたいなと思うんですよ、はい、まずはですね、まあ、インプレッサ特有でありますけれど、花ちゃんの大好きな、何ですか、花ちゃんの大好きなやつ触ってみてこれですか、はい、いきますね。わあ、もうこれ私 NG ですね。これ NG だよね。これちょっとさ元気ない感じですね。ギアどこに入ってるか分かんないもんね。うん、入ってるのか入ってないのか分かんなくなっちゃう。本当ダメなのこれは。これはさ、はい、要はそこのシフトのリンケージのカラー変えれば済む話でしょってみんな思うじゃないですか、はい、言ってますね。だけどその部分って車に乗るとき必ず触る部分じゃないですか、うん、そうですね。それを劣化したままそのまんまにしてる車なんだっていうことなんですよ。あそういうことか。そう、毎日触ってる部分ですらそうなってるってことは、別にこの車のオーナーさんディスるわけじゃないんですけど、うん、そうですね、はい、それはチェック入ります。お願いします。あもう全然違う、跳ね返ってくるもん。カッチコチでしょ、うん、張りがあります。張りあるでしょうミッションのこれにあこれはもうどこ入ってるか分かりますね。そうそうそう、やっぱこうなってないとねいけないわけ。全然違いますね。そうそうそう。であとはまあ外装に関してもですね、結構ね GC8 ってえぱっと見良さそうですけど、ここわここねなっちゃうんだ。黒いの剥げてメッキになっちゃうことが結構あります。であとはまあ青系に限りですけど、あのリアウィングのクリア飛んだりとか。そうですね、この前側ここですね、特にこのダクト、うん、ここの塗装クリア飛んだりとかって出がちですね。結構あるんですよ。はい、こっちの車どうですか。もうこっから見ても分かる、ないピーカーピーカー、ね、白だったとしてもすごい程度がいいですね。そう、まあ、この車オールペンしちゃってるからちょっとずるいんですけど、うんうんうん、だから割とこうなってる車は販売にはちょっとね、そうですね、うん、もうところどころ来てるじゃないですか、はい、こういうとことかね、ミラーとか、そうこことかちょっと販売には乗らないかなっていう感じ、うん、いくらリミテッドだったとはいえ。そうで両方とも走行距離は14万キロ台です、うん、ね。で今度エンジン比較してみましょう、はい、エンジンは、まあ、パッと見、まあ、14万キロぐらい走った GC8 のエンジンルームなんです、はい、2つとも、はい、だけど例えばこれさ、あのエンジンもちょっとずつ違うんだと思うんですよね、バージョン4と5で、はい、例えばどういうとこが違うかっていうと、パッと見このイグニッションコイルありますよね、はい、
これがね、ついてる位置も違うんですよ。こっちは助手席より。そう。こっちはもう真ん中。真ん中側。はい。だから多分このインマニっていうんですか、はい、これの形も少しずつ変わってると思うんだよね。意外と。おそらく。おお。だけどこっちの車はインマニ関係一回やり直してあると思うんです。めちゃくちゃこの結晶塗装が綺麗じゃないですか。綺麗ですね。だからこれごと変えたか塗ったかどっちか。だからその時にこのコイル変えたりとかガスケット変えたりとか、うん、普段はできない。でこの辺のホース関係変えたりとか、はい、燃料フィルター変えたりとかそういうのまでねやってあるんですよ。こっちは多分そこまで触ってない、うん。でもまあこっちの方が多いですよね、状態としては。そうだね、よく見る形です、うん。でタイミングベルトはね変えてもらってるみたいですね。最近令和3年に変えたって感じ。おー、うん、ここはちゃんとメンテが、まあ、向こうもタイミングベルトは1回変えてあるんで大丈夫なんですけど、はい、そういう細かい部分見ていくとメンテされてるなっていう車と、うん、あタイベルだけはやってあるんですね、うん、みたいな、まあ、そういう違いがあるかなって思いますね。同じ走行距離なのに、うん。でもインタークーラーはこっちの方が綺麗だな。付け替えちゃいます付け替える確かに、うん、あんまりフィンはこっちの方が綺麗だね。そうですね、うん、そこちょっとボコボコしちゃってるかもしれないですね。そうそうそう。でもなんかやっぱり ここ結構重要ですよね、スバル車に。そうですね、EJ20 にとっては、うん、この辺のさ、サビとか塗っちゃってたりとか交換すれば全然いいんですよ、この辺。そうです、ね、ガードだからここは、はい、これ綺麗なのはやっぱりポイント高いですね。やっぱ赤なんですごい目立っちゃうんですよね、うん。なんかちょっとずつ変わるんだよね、スバルさんって。なんかあの EJ20 でアプライドが変わるとハーネスの作りが違ったりとかっていうのも結構あったりして、同じ EJ20 だから何の車にも乗せれるでしょうって思うと実は乗らなかったりするんですよね。それちょっと大変だなって思いました、さっき。だからあの割とトラスト規格の EJ20 エンジンをヤフーオークション出してるのってハーネスごと売ってたりします、付属品みたいな形で。もうセットみたいな、セットで。だから結構ね難しいと思う、乗せ替え動向とかっていうの。 GC8 の時代はちょっとわからないですけど、はい、GDB とかその次の GRB とかになるともう全然違うみたいですね。だからみんなアプライドとかこだわって探すんですかね、うん。そうだね、やっぱり、うん。これ皆さん的にはどっちが好きですか色はこっちの方が大人気だとは思うんですけど、うん、まあね。でもなんかコテコテじゃないですか、うん、ね。それがいいっていう人もねいるんですけれど、やっぱ色でそれがより出るんですかね。うん、どうなんでしょうねこれもまた漫画の影響あるからさ。あ、これもね、あのイニシャル D で最後の方に出たじゃないですか、はい、あれは2ドアだったけど、それでなんかまたこの GC8 の人気って再燃してきたと思うんだよね、うん、特に若い人にとっては。あ、そうですね、うん、確かに。でも僕も割とトラスト企画で勤めてて、いろんなスバル車を動かす機会ってあるんですけど、はい、なんかねやっぱ GC8 ってなんか違うっす。特別ですか。やっぱボディがコンパクトだから、こうなんかクラッチつないだ瞬間に他のGDB とか GRB とか VAB とかに比べてこう前にグッて出てく軽さがね違う気がします、走り出しが、うん、軽いなっていう感じ。でもやっぱりパーツ的には大変なんだと思います、 GC8 も。うーん、まだ GDB とか弾数があるからね。あー、そっか、うん、あれですけど、例えば聖杯になってるパーツとかは結構あるんだと思いますよ、 GC8 も。そうですね。そうで、ほらこの車なんか弊社から販売してる車両じゃないですか、はい、でじゃあ今からこの GC8 とかって聖杯のパーツとかどうしたらいいですか、もうそれパーツがないと車検受かりませんみたいになったらどうしたらいいですかみたいなね、なっちゃいますね、話になると思うんですけど、うちから車を買っていただく皆さんに関してはその辺はね心配しなくて、ほぼ心配しなくていい。なぜかっていうと弊社でもGC8 系の部品取り車裏のヤードにもう何台もございまして、はい、もしね
弊社からお車買っていただいた方で何かどうしてもそのパーツが必要だと、はい、ね、いう方がいらっしゃいましたら、できる限りパーツの協力はします、うん、そのパーツはヤフオクに出してないです。いや、もうそれは絶対ですね。もう社内の部品取りに使うか、その買っていただいた方のパーツに使うかみたいな感じになってて、うん、はい、弊社からお車買っていただいてない普通のお客様とかにはもうないですってご案内しちゃう、そういう感じです。それがやっぱトラスト企画で車を買う予算の一つですね。そこはちょっと申し訳ないんですけど差別つけさせていただいて、うん、はい、より買っていただいた後も安心してね、うん、乗っていただけるように我々も、まあ、これからもっと体制整えていこうかなって思ってるんですけれど、はい、逆に言うと GC8 に関してはこっちの車みたいにちゃんとした車としてね成立してまだ車検もついてるよっていう車ももちろん入ってるんですけど、これ実は紹介してないところでもっと程度の悪いエンジンブローしてたり事故ってたり、もう書類がなかったりする競技車両だったやつとかって結構買い取ってます。そうですね、はい、いろんな状態の、うん、だから GC8 は物が多いからさ、いろんな状態の車あって全然 YouTube に紹介してない車の方が多いです、うん、だそういう車いっぱい持ってるんで強いですよっていう、そうです ね感じです。で今回はたまたまこういう、ね、程度のいいやつが入庫したんでお客様に販売できたんですけれど、はい、やっぱりスバル車乗ってる方このチャンネル多くご覧になっていただいてるんで、そうですね、できたら程度のいい車をね買い取りさせてもらって次の方にお譲りしたいじゃないですか。はい、いっぱい見てらっしゃる方が多いから。そうですね、だからまあ弊社日産のねイメージ強いと思うんですけど、こういう風にスバル車の買い取りめちゃくちゃ強化してますし、はい、実はスバルのお客様の方が多いんでそうです、弊社に関しては、はいはい、なのでね、もしこういう程度のいいやつ持ってる方ぜひ次のオーナーにつなげさせていただくんで査定のご依頼していただきたいのと、あとはもうね長年乗ってきてちょっと程度的にはどうかなっていう車でもしっかりオーナーさんが満足いただけるお値段で買い取りできるのがトラスト企画の強みかなと思いますので、ぜひスバル乗ってる皆さんお車手放す際は弊社までよろしくお願いします。お願いします。はい、谷村新司さんご冥福お祈りします。はい、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。